受講生代表の徳田です。今回お越しいただきましたのは、高野山別格本山三宝院副住職でいらっしゃいます日高善坊先生、そしてスクーの読書大好き芸人中西孝之さんです。はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。よろしくお願いいたします。ね、もう稲本さんからね、はい、中西先生は読書芸人なんですか、そういうジャンル口してるんですか。してません。しています。勝手にね、もうディレクターに言わされてますこれ。この授業に関してはですね。そうですね。でも、まあ、スクー切ってのあのもう読書好きというね、まあ、自称読書大好きというところで頑張っていければと思っておりますが、よろしくお願いします。はい、どうですかね皆さんね、これスペシャリストの読書術なんていうテーマがついてるんですけれども、はい、最近本読んでるんですかね。どうでしょうか。読書の秋。読書の秋ですね。はい、本読んでるかどうかはぜひねちょっと投稿いただきたいなと思ってまして、はい、まあ、スクーの授業は皆さんのコメント投稿、さっきありましたけれども、はい、なるほどボタン、質問投稿、学んだ投稿、そしてコメントの投稿というね、この4つの、アクションで授業を変えていきたいと思ってますし、はい、それによって学び深めていきたいなと思っておりますので、ぜひまずはじめにですね、はい、本読んでますという方は丸、丸、読みたいけどな、読めてないな、三角、はい、読みたくもない、×というね、はい、この3つでいきたいと思います、ぜひ、コメント欄から、投稿いただければと思っております。コメントクリックしてね投稿いただければと思っております。はい、はい、もうタイムラインではね読書好きですという方が何人もいらっしゃったんですけど、皆さんじゃ今本は読んでいますかということで、丸三角×でぜひお答えいただければと思います、はい、お待ちしております。お城さんとかはね読書好きですが、はい、本日の課題図書未読でした、読書好きかな、図書館よく利用しますが、読まずに返すこともしばしばとかですね、緑さん、はい、カフェでゆっくり読むのが好きです。あ、これは特別ですね。誰でしょう。はい。はい、なんていうのもいっぱいありますが、はい、はい、久しぶりにお坊さんの講師がという、昔ちょっとご登壇いただいた、うんうん、講師は初めてですね。講師初めてですか。違う方かなと思います。はい、はい、かしこまりました、はい、というところで、ちょっと先フライングしちゃったんですけど、はい、はい、ありがとうございます、はい、ということで、じゃあまずはじめに、日高先生の方から自己紹介を皆さんにしていただけますでしょうか。はい、皆さんこんばんは、高野山から参りました日高善坊と申します。こうやって見ていただければ分かると思うんですが、今、高野山のですね、三宝院というお寺の副住職をさせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、中西さんどうですか。タイムライン、ね、めっちゃ来てますね、めちゃくちゃ来ています。ですね、鹿野又さん、この講座をきっかけに本いっぱい読むようになったと思いますと。はい、お、なるほど。ランス・アームストロングの本、これ先月かな、はい、ね、私が一緒にやったところですね、はい、あ、先々月ですね、はい、先々月です、はい、ありましたが、結構皆さんこの授業 ね、コメント投稿がなかなか芯食ったいい投稿してくださるので、はい、まあ、我々も非常に楽しみにしてますね、はい、はい、まあ、三角の方も多いですかね、うんうん、まあ、その方は今日読んだ気分になって帰っていただければと思っております。ぜひぜひ、そうですね、はい、内容の詰まった1時間にしたいと思っております。では、ね、先生もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、というわけでまずはじめになんですが、この授業の目的を3つご用意しておりますので、ここからおさらいしていきましょうか、はい、はい、こちら中西さんの方から簡単にご説明いただけますか。そうですね、はい、今回はスペシャリストの読書の、あ、ごめんなさい、書籍の向き合い方をですね、一席の書籍を切り口として学びます、はい、まあ、書籍は後ほどご紹介させていただきます、うん、でそして紹介される書籍についてですね、先生の出会いとかですね、読み方、そしてまあ仕事の生かし方みたいなところ、これまではいろいろエピソードを学んできましたと。でさらにですね、受講生の皆さんとですね、この同士のですね、書籍の紹介とか読み方について意見を交換しながらですね、さらにこう学びを深めていく、さらに気づきを得ていただければなと思っております。はい、はい、ありがとうございます。そして今回の課題図書として挙げているものなんですけれども、はい、はい、結構分厚めな人間の条件というね、はい、ハンナ・アレントというですね、スクーはいつでもあなたの学びのそばにいます。豊富な授業を先生や受講生たちと一緒に学んでいきながら、あなたらしい生き方を作っていきましょう。生放送への参加は無料、録画授業も月額980円で見放題。世の中から卒業をなくす、スクー。